アムゴ X86 は AMD が開発した486クラスの X86 互換のマイクロプロセッサである。1995年11月の発売当時、インテル製互換品を含めてすべての486プロセッサの中では最速となった。アムゴ X86 は既存のエンハンスドアム486デラックス4チップの製造プロセスを 従来の0.50マイクロメートルから0.35マイクロメートルへシュリンクし、合わせて内蔵一時キャッシュを倍増することで、高速動作を可能としたもので、内部でクロックを4定倍して使用していた。最速製品で、周波数は外部 33MHz、内部はその4倍で 133MHz である。エンハンスドアム486デラックス4に、 最適化されたシステムとは完全に互換性があり、3倍速で動作させた場合の性能はほぼ同じである。この CPU は開発コードを X5 といい、チップパッケージにも AM5X86P75 という製品名と併記して AMDX5 から 133AZ、あるいは AM486Delux5 から133。 W16BHC などの表記がなされていた。通常の i486 対応マザーボードには4倍速動作設定は用意されていなかったため、アムゴ X86 は代わりに2倍速設定を4倍と読み替えて動作するように設計された。そのため、古いマザーボードでも2倍速に設定できれば4倍速で動作したが、 通常の 486KCPU とは、コア電圧が異なっていたため、電圧変換の必要があった。アム 5X86 はペンティアム 75MHz と同等な性能をベンチマークで出した。また、ライバルであったサイリックスの CX5X86 とは異なり、486システムとソケットレベルでの、ほぼ完全な互換性があった。 この CPU を使用するユーザーは周波数を 40MHz でオーバークロック動作させるケースが多く、AMD 自身も参考として 133MHz 動作時と並べて 160MHz 動作時のベンチマーク結果を雑誌広告に掲載しており、また AMD 自身が公開した 486K プロセッサのアプリケーションノートなどでも AMDX5 から160として 160MHz 動作版を提供する計画があったことを伺わせる記述が存在する。結局、警護とのラインナップ整合の問題から、この CPU の 160MHz 版はリリースされなかったが、これらの傍証から本来は 160MHz 動作を前提として計画、設計されていたと推測される。なお、 160MHz にオーバークロックした場合、使用マザーボードのチップセットやメモリ性能にもよるが、概ね、Pentium90 から 100MHz と同程度の性能を示す。このほか、150MHz 版もあり、P75 表記があった。これは、外部 50MHz で内部が4倍ではなく3倍までに制限されており、外部 50MHz にできないシステムに使用しても、 性能はあまり向上しない。また一部の PC ベンダーは、最初から 160MHz 駆動を行い、Pentium 100MHz 相当、CPU 搭載として、Pentium 搭載マシンの半額程度の価格での販売も行った。これは、整数演算に限れば確かに、Pentium 100MHz 相当のパフォーマンスが得られており、Pentium 搭載ではないが、 オフィス用途での実用性は十分であった。またこのプロセッサは初期のペンティアムのように不動小数点演算のバグもないため、不動小数点演算処理が少々遅いながらも正確さを求める分野にもペンティアムの代わりとして急を要するところで利用された。このプロセッサは初めてモデルナンバーを使用した CPU であった。 1 3 3ヘルツ駆動のアムゴ x 8 6が P レーティングで Pentium 7 5ヘルツと同等の性能を示したことからこれを根拠として X5 アムゴ5 x 8 6 p 7 5として販売したものである。もっとも不動小数点演算機能については P レーティングで示されたペンティアムと比較して大きく見劣りし 486K プロセッサの アーキテクチャデザインの限界を示すことにもなった。アムゴ X86 は AMDK5 の開発が遅れている間、AMD にとっての重要な収入源となった。アムゴ X86 は1999年まで生産が続けられ、安価なデスクトップやノート、そして過去の CPU のアップグレード用としても用いられた。数社は、 電圧変換キットとプロセッサを同梱した形で販売した。アムゴ X86 は組み込み用プロセッサとしては e l i n SC520 マイクロコントローラとして生産が続けられている。ありがとうございます。